リップがさ全くなくなってさ、ちっちゃいか、見てほら、このもうプラスチックの部分が見えてきて全くない。新しいの持ってくるかな。なんか何にしよう、新しい配信用のリップ。それを新しいのにさ、マックスに出してそれでもうね、ここマックスでこう、こう見たら分かるんだけどさ、こう縁こう、ここもリップじゃないの、縁プラスチックの部分で中がリップで塗れないのよ塗れないのよ。新しいリップ出そうかな。まだ使ってないのがあるけど、ママっぽいの多いやん。茶色のリップ出てきた。いやこれはちょっと茶色すぎる。見て見ちゃう。茶色なリップ可愛いけど色、秋とかしか使う。あんま使わないからじゃあ何しようかな。鏡持ってる。あ、鏡ってこれ使う。入ってるやつ。このリップ使ってみようかな。これめっちゃ前にクリスマスプレゼントで買ってもらったリップ。今使ってるリップなくなったから、ちょっと新しい配信用のリップを探す。これでもなんかね、グラデーションっぽくなるやつなのよ。色が分かれてて、グラデーションっぽい。グラデーション自分で作るんだけど、このリップは塗ったら勝手になるやつできるかな。なんか綺麗にならない。若干なってるけど濃い。だから化粧してる。うん違う、あのね今ね配信の時にいつも使ってるリップがもうなくなったから、もう限界まで使ってなくなったから新しいの出そうと思って。配信はねいつも家にある使ってないリップを使ってるの。だから私も出してか、ピンとか、どうでもいいけど、そこ方向が
色が濃い方が内側になるように口、うん、ここがある。ヒントでもいいけど、でも出しとこうか、2個出しとこうかな、リップ。どっちも口にしよう。 OK、 新しいの、これもうなくなった。落とすの大変？いつも塗ってるよ、配信の時。いつもですね。リップなんてすぐ落ちちゃうから、なんかめっちゃ落ちないやつとかでも全然落ちるから、ご飯食べたりとかするだけで落ちちゃうから、リップって大丈夫ですね。これ全然問題、あ、もっと。このリップもいろいろある。これこのさ、イヴ・サンローランのリップすごい匂いがすごい、なんかお花とかマンゴーみたいな、そういう感じの匂いする。使ってないのいっぱいある。てかリップちょい濃いな、今塗ったやつ。ちょっと下の子あんま変わってないかな。なんかすごい、え、なんかね、匂いがね、なんかお花、このイヴ・サンローラン前にね、1本だけ買ったんだけど、初めてデパコス買った。これはまだ全然残ってるけど、なんかすごいお花とかマンゴーみたいな、なんかそういう感じにする。これは匂いが強い。うん、でもデパコスって大体そんな感じだね。リップちょっと匂いが、他のなんていうの、キャンメイクとかそのようなリップはあんま匂いしないけど、強い匂い。デパコスは匂い強い。こういった色のリップ、これはね、淡い匂いする。これはね、ひなこがくれたんだよね、前なんか急にくれた。ひなこがくれたり、みとちゃんがくれたやつ、みとちゃんの卒業公演の時に、これ多分なんかあれだね、ただなんていうの、保湿用とかのやつ。これほぼ多分色つかない。
分ついたら落ちる。どういうリップかによるけど、落ちにくいのもあるから。落ちにくいのは目こそしとかで頑張れば落ちる。やればすぐ落とさなかったら落ちないかもだけど、リップぐらいだったら落ちるんじゃない。めっちゃ全然落ちないみたいなリップじゃなければ。そういうリップもあるから、落ちづらいやつ。今日何時まで、30分より前に始めたよね、配信ね。9時、あーどうしようかな、21時30 35分35分になったランキングを21時30分、あと1時間ぐらい。どうしよう、30分って言おうと思ったけど35分、1時間、あと今からね、今から1時間。これ直してくるわ、でっかいメイクポーチを。リップコレクション、あれ全部リップじゃないよ、さすがに。あれ全部リップだったらやばくない？どんだけ持ってんの。なんかメイクさんやってんのかなってレベル。メイクの仕事やってる人、あれさ、あれじゃ全部リップではない。でもなんかいろんなの入ってる、リップとか、リップもあるし、あとなんかアイシャドウとか、なんかもう化粧道具、化粧品いろいろ入ってる。あとなんか美容液とかも入ってるし、クレンジングとかも入ってる。予備のあのメイク道具だけじゃない、あれはね持ち歩いてない。ちょっと大きいから家にあるのを全部入れるようで入れてる。なんていう、予備のやつを持ち歩いてるのは別の、もうちょいちっちゃいの持ち歩いてる。でもあれに全部入ってる、あの使ってないやつ全部入れてる。リップ何本ぐらい持ってるかな。10近くあるんじゃない、10本ぐらい、もう一回あるかな、わかんないよ、数えたことない、数えたことない、10本くらい。普段使ってるのは2つなんです。あの普通のティントとグロス使ってるから2本でしょ、2つ。そう、溜まっていくの、なんかさ、どんどん新しいの、なんかこの色飽きたなと思ったら違うの買うし、最近はあんま新しいのにはしてないけど、ずっと一緒に使ってるけど、今までね、そうリピートしたことなかったんだけど、今使ってるのはあのリピートしてる。リップ3本目ぐらいあれ使ってるの、リピートしたことなかったけど、それまでなんかなくなるとか、なくなる前に他の買ってた、なんか違うのにしたくなって。あ、別にあんまなんか欲しい力ないからっていうのもあるかも。なんかあんま知らない、なんかどういうのがあるとか、それもあるかも、ずっと同じのを使ってる理由。
珍しくそうリピートしてシャンプーみたく詰め替え用はないね。リップはなんかあるのもあるけど、スティックの方の普通のリップティントとかじゃなくて、なんかあるのもある。うん、中身詰め替える、ケースがあって中身詰め替えるみたいなやつもあるけど、ないのが多いんじゃない。どういう系の色、赤だけどちょっとピンクっぽい感じの、なんか赤っぽいけど、赤だけどちょっとピンクっぽさもある、真っ赤じゃないみたいなみたいな感じのリップが好き。ちょっと青みピンクっぽい感じが入ってる赤系のリップ。いろいろあるからね、リップもさ、いろんな色のさ種類が多いから。アイメイクなんとなくで残念。そう、こういうのやってなかった。でもね、なんだっけ、昨日今日で1回ずつ引いて2回引いたんだけど、で昨日はケロッピ、ケロケロケロッピのあのアルミカップだっけ、なんだっけ、カップ、カップでアルミじゃないね、絶対プラスチックなんかカップ、わかんない名前は。で今日はシナモンのカトラリーセット、シナモンだけここにある。ケロッピはちょっと向こうに置いてきちゃった。シナモロールのカトラリーセット、かわいい、めっちゃかわいくないこれ。コギメンじゃなかったけどさ、コギメンはねカップなんだよね。めっちゃ可愛いこれ。あ、可愛いから全然いい、かぶってないし。あとシナモンのさブランケット、フード付きのブランケット、あれも可愛い。コギメン出るまで引きたいんだけどね、コギミュン来月ね出るのよ、コギミュンだけの当たりくじが。ちょっとそれをさたくさん買いたいからさ、これもめっちゃ可愛い、あと何回かは引きたい、このキャラクターたちの当たりくじ。あのコギミュンいないけどキーホルダーも可愛いし、コギミュンはいないんだけどね、サインまでのやつしかいないから。そう、10月に来月コギミュンだけの当たりくじ出るの、それはさいっぱい弾きたいじゃん。だからちょっとね、来月だからね、ちょっとあんま弾かないでいようと思って。こういうの欲しいけど、でも次のやつのがいっぱいあるから何にゃにゃにゃはいないね、これね、キャラクター対象のやつだから、あのにゃ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 は入ってない。あの、うん、10位15位かなまでかな確か。あのなんてキャラクターたちのこのくじ出れるのなんていうなるの。じゃあかわいい、子供っぽい、まあ確かにね。でもめっちゃ可愛くない？シナモンのやつ。色が好き。めっちゃ可愛い。大きさは大人用だね。普通にでかいよこれ。普通の、そんなちっちゃいサイズじゃない。普通の大きさ。コギミュンだけのラストワンさ、コギミュンだけの当たりくじはコギミュンだけのラストワン、え、ほんとコギミュン単体の当たりくじだから。それは今回のやつはなんだっけな、え、なんだっけ、なんか見たんだけど、全部のキャラクターがいる15位までのいるタオルだっけ、バスタオルとかだった気がする、違うだっけな、いや、なんか
そんなやつ。久しぶりに当たりくじやった。コギミャンいるから、コギミャンいるやつしか基本やらないから当たりくじ。来月はコギミャンだけのやつがある、引かなきゃ。シルバーハート集めてる、集めてます。いつまでだっけ、期間終わるまで集めてる。全部集める。小木麺の当たりくじ全部集めたいけどその私がどれくらい引けるかによる。かぶらずに。だからこのキャラクター大賞の方はコギミャンさ、他に入ってるなんか賞、このなんだっけ、ダストボックスとシールもいるけど、コギミャンだけのやつはさ、このキャラクター大賞の賞で、あの当たりくじのやつでコップだけなの、コギミャンだけ。だから次のでいっぱい行こうと。1回500円じゃない、これはね700円とか税込みでかな、当たりくじそのぐらい。でも大体ね、サンリオの当たりくじてかどれもだろうけど、当たりくじこういうさ、コンビニとかでやってるやつ、コンビニとかなんか700円800円ぐらいじゃない、大体1回。そんなもんじゃない、どの他のアニメとかのやつも大体このぐらいの気がする。700円800円とか、ちょっといい豪華なバージョンのやつはもうちょっと高かったりとか。サリオも前出てたけど、シナモンのなんか当たりくじちょっと値段高いやつ900円ぐらいとかしなかったかな。でもね、あの一個一個の商品がさ、あ、どうした、ちょっと豪華。このぐらいで、でも大体700円800円ぐらいじゃない、こういう当たりくじは。そのぐらいじゃない、このようなやつどんぐらいすんだろうな、値段書いてたっけ、忘れた、忘れたけど星の子コラボ、あ、そうなの、いや、わかんない、星の子そんな見てないからわかんないな分からない。でも10月のコギミャンの当たりくじが楽しみ、いつ発売かわかんない、10月って書いてたの、10月ですか、まだ楽しみ、いっぱい引きたい。コギミャンだけだからね、コギミャンだけの当たりくじ初めてだから。今回、去年は、去年かな、あれ忘れたけど、なんかちょっと前にコギミャンとマユメロとシナモンの3キャラクターだけの当たりくじはあったの。でもコギミャン単体だけじゃなくて、コギミャン単体の当たりくじじゃなくて、今回はコギミャンだけなの。嬉しいね引かないと。2023年10月1回800円のみ発表された。800円いらなかった1回800円ね。
まあでも小木の水欲しいから。いや、箱買いはしない私。箱買いは、うん、でも何が出るか分かんないなって。くじだから楽しい。箱買いしたらさ、あれじゃん、もう全部当たるじゃんそれが楽しいから箱買いはしない。まああんまひあの欲しいもの引けないんだけどあんま欲しいもの当たらないんだけど、いつも。でもこのさ、キャラクター大賞の当たりくじで毎年引いてるの、小木麺があの いるやついたら毎年引いてるんだけど、自分で小木麺引いたこと一回もない気がする。キャラクター大賞は、キャラクター大賞はね、あのなんか3位以内とかだったらこの当たりくじの中に3つもあるかな、まあ、3つぐらいか、3つぐらいそのキャラクターだけのやつが出るんだけど、これシナモンだったら、まあ、このカトラリーセットでしょ、私が当たったやつ、キーホルダー、あとブランケットみたいな。2位ないか、2位プリンくんだったもんね、ブランケットあるの。いや、3位ない、え、クロミちゃんも、クロミちゃんだよね、そう、クロミちゃん、でもなんかそう、3位、多分3位ないぐらいやったら、なんか多いんだけど、出てるやつが。そう、15位内入るだけでもすごいんだけどね、当たりくじに出れる、あの出れる、当たりくじの景品に入るから。でもね、こういうの簡単なやつはコップだけなのよね。いろんなキャラクター映ってるのもあるけど、ダストボックスとかシールがなんかいろんなキャラクターいるやつ。シールは全部のキャラいる、15位以内。まあね、あの引く確率が低いからさキャラクター対象のはなかなか引けないんだよな。てか引いたことない、クギメンのやつキャラクター対象で引けたことない。クギメンコンプリートしたいわけではない。クギメンの次に出る当たりくじはコンプリートしたいけど、したいけど箱買いはしない。だってだから何出るかが好きだ。なんて一回でちょっとずつ引いていく全部買うのはしない、うん、それが楽しいのよ。だって当たりくじだから憧れしたら全部さ、その残ってる景品は全部当たるわけじゃん。ホギメンさ、新しいグッズも出るよね、あのクマの嬉しいクマのやつ。あれも全部買いたいけど、まあ全部買わないけど、いつ何個か買おうかな。いつだっけ発売、もうちょい先だっけ、その夕食も行かなきゃ。そう、なんかクマ、なんかホギメン毎回ね、新しいグッズが出るときに、出るたびになんかこうシリーズで出るのね。前回だったら、前回初恋かな、初恋シリーズみたいな、なんかシリーズいっぱいなんか一気に出るの、何個か。ねえ、また次はなんかクマのやつが出るの。コギミョン、なんかコギミョンっていうキャラクターがいて、なんかコギミのちっちゃいやつみたいなコギミョン、コギミョンのためにコギミョンが作ったクマ
こうやって熊のぬいぐるみ、それモチーフのなんかいろんなグッズが出る。9月21？ もうすぐじゃん、行かなきゃ。サンリオショップでも21日は行けないわ絶対。え、21日だよね、 B 公演ね、 B 公演だよね私21日行けないですね。いつ行こう、待ってるね、21日だもんね、まあ、近いうちに行こうちょっと買いたいからこういうあれかわいい、なんかランダムのマスコットみたいな、シークレットマスコットみたいなやつ、なんかランダムで出るやつ、かわいかった、あれ買おう22日行けたらかな、わかんないよまだ。ぬいぐるみのなんかちっちゃいマスコット、ぬいぐるみみたいな、うん、マスコットランダムで入ってるやつ、この大きいぬいぐるみ、大きいか分かんないけどぬいぐるみ待って、ちょっとさサイズ見てないから大きいか分かんない、サイズがどのぐらいの大きさなのか分かんないけど、ぬいぐるみもめっちゃ可愛かった、ポニメンのあのそのクマのやつ、何かを決めとこう見とこう、なんかもう一回見て何があるか、全部可愛かったんだよね、全部可愛かったか、何買おうかな、でコギミョンのなんか手作りマスコットみたいな、マスコットキーホルダーでなんか毎回出るの、そのコギミョンのグッズが出た毎回出てて、それはねいつも買ってる気がする、前回のやつも買った、初恋シリーズの買おうかな、それもう一回見とこう、ああホームページ、グッズのこと書いてるページ、めっちゃ可愛い。コギュウェンのカチューシャはね持ってるよ。でもあのギンガムチェックの新しいカチューシャの方は持ってない。なんか出たの新しいカチューシャちょっと前だけどこれのなんかギンガムチェックのカチューシャ普通のカチューシャ持ってる、ピューロ行った時に買った。ギンガムチェックの方が出てからは行ってないの、ピューロ、グッズはね、そのコギミョンのやつが出たら全部は買わないけど何個か買う。でもね、結構久しぶりに出る。前回出たのが2年ぐらい前じゃないかな。初恋シリーズが一番最近じゃないっけ？なんかいっぱいあるんだけど、ウサギのやつ一番最初のなんか。コギミョンのグッズのやつ、ウサギのやつ、コギミョンのやつ、初恋し、ね、でなんかある。で今回クマのやつ。多分2年ぐらい前だと思う。前回なんかそのシリーズ出たのが結構前。なんか久しぶりに出た。なんか。
こうさ、いろんなキャラクターでグッズが出るときにコギミンがいたりはあったけど、そのシリーズのやつが出るのはめっちゃ久しぶり。コンプリートはしてない、全部は持ってない、さすがに全部は買ってないけど、でもなんか何個かは買うようにしてる毎回シリーズの。一番最初のやつから買ってる、あのなんか初めましてみたいなやつ、こういうのグッズ、サンリオショップでしょ、サンリオショップ、グッ、小姫のグッズでしょ、クマのサンリオショップとオンライン、オンラインの方のサンリオショップ、かな、あの買えるの。そう、オンラインでは買わない、見て買いたいから。そうだからサンリオショップ行く。ショップポイントあるよ、スマイルっていうポイントがたまる。え、サンリオショップに行くだけでポイント、なんか来店ポイントみたいなのもらえる、貯めてるけど、なんかね景品と交換できたりとか、クーポンとかにも買えれるんだけど、貯めたらね景品と交換できるの。前なんかトートバッグと交換した、キキララの。どんぐらい溜まってるんだろう、見れるかな、これ入ってたかな、入ってないね、アプリが見れないわいや見れなかった。1年じゃなく、あ、そう、なんかね1年かな、なんか有効期限がある、交換できるほどよくいく、なんか最初めっちゃポイントもらえるのよ始めた時で、そのポイントがこうもらえるポイントってこう買ってさつくポイントじゃなくってなんか誕生日の時とかもポイントもらえるのね、そのポイントでめっちゃ期限が短くって1年もないのよ、だからそのポイントで交換した。プレゼントとかでもらえるポイント期限が短くってね、すぐなくなっちゃうから、だからもうその場で交換してやった。短いね、何時まで？ね、9時35分。さっきからもう30分経ったの？早っ。そんな喋ってたっけ私。携帯充電させとく。充電器。引っかかってるかと思った、引っかかってなかった OK 充電器出した、あんまなかったんだよね充電が配信したらなくなっちゃいそうだ。シャツポケット、コーポケット、ここに猫がいる。見えない。見えてる、猫。猫がいる。が、何
ってるの。そう、ここにポケットに猫飼ってる。猫飼ってる。見えないけど、全然。猫がいる。ちょっとこうあんまこのポケット取らないとうまく見せれないわ。無理だ。もう見えないもんね、いつもね、ここまでしかね。ポケットなんで後ろは何もないけど、これアイロンかけてないよ。でも確かに血はあんまないね。たまたまかな。アイロンかけない部屋着は。ポケット使って、え、こういうさ服のポケットって使うもんなの？え、使うもんなの？こういうさ T シャツとかにさ、たまについてなんじゃん、こういうポケット。使ったことないんだけど。使う。え、これただのデザインじゃないの？こういうさ他の T シャツでも。え、これはさデザインだけどさ、こういうさ普通の T シャツ、無地のさ、ただの無地の T シャツでここにポケットある。え、使うの？え、携帯ここに重くない？ここに携帯入れるのさ重くない？ここ入るけど重いでしょ。使ったことないんだけど、こういうポケットある服のポケット。なんていうの、こういう服のポケット使ったことないよ。財布ここに入れるの？入る？めっちゃコンパクトだね、財布。使うんだ。領収書もらった時一時的に入れる。ああ、一時的に。そういう使い方。あ、コンサート行ってチケット入れる。落としそうじゃない？ここ意外と落ちないのかな。落としそう。まあ使う機会があれば。使う機会があれば使うかな。機会があれば。落ちる、落ちるんかい。落ちるんかい。落ちないけど忘れる。ああ、入れたことここに。確かに使ったことない、このこのポケットもだけど、これはちょっとさ、待って、これデザインのやつあれだけど、ただの無地のTシャツだったとしても、使い機会があれば。来ないやつね。
その機会スマホ入れててお風呂かけました時に落としたことあるやだ、水没しちゃうじゃん携帯やっぱ物入れるべきじゃないよ、危ない、落としちゃう落とすやだな、それ想像したくないな、お風呂に携帯落としちゃう、めっちゃ焦りそう私は携帯水没させたことはまだない携帯でしょ、まだないね、うん、携帯はてかあんま水没させたこと、もうない携帯以外もないけど、お風呂にさ携帯持っていく人と持っていかない人分かれるじゃん、私持っていかないのよお風呂、なんかこのお風呂を使うなんて湯船に入らなくても持っていかない、上に入ったらさ、マスブスそうだからさ、わかるけど、じゃなくってもなんか濡れるのがやだ持ってかない、持ってく人もいるよね、お風呂でなんか音楽かけながら入るとか、なんか YouTube 見るとか、画面割ったこと、本体の画面はね、ないね、フィルムはあるけど、あ、待って、ないっていうか、これはある、このセブン、なんか端がねほんのちょこっと割れてるぐらい、でもめっちゃバキバキとかじゃない、これなんかフィルムがさこう全部についてないから、ついてない箇所もあるから、そこがねちょこっと割れてる、この携帯昔使ってた携帯、あと、まあ、そのぐらい、でも割と綺麗な方だと思うよ、バキバキになったことはないね、本体が、うん、ちょっと割れてたりはあるけど、端の方が、でフィルムもねバキバキになったことなかったの前まで、でもちょっと前になんか携帯持って歩いてたら携帯落ちちゃってえ、なんでか普通に持って歩いてたんだけど、手に持ってなんでこう落としちゃって、あのバキバキになった、フィルムがね、フィルムがバキバキになったじゃあなんか手から落ちてった、でもそのぐらいかな、携帯自体は何にもなってない、携帯を落とすことはよくあるんだけど、落としたままバキバキにならないのね、そんなに割れてないことが多くて、でもその時めっちゃ割れててびっくりしたそんな高いとこ落としたっけと思ったけど、なんかすごい割れてたわフィルムがもういいけど、フィルムだから、本体はねまだ割ったことない、割りたくないけど、これからも、実際は小指が短いから、あ、そうなの、確かに私小指短いんだよね、小指さこの横の薬指の第一関節までないから、ね、短いんだよね、
でも小指、でもこういうのって遺伝なんでしょ、このさ指の長さ。小指長い人もいるじゃん。私短いのよ小指。でも私の家族みんなそんな感じだ、遺伝。短すぎ。第一関節だよ。第二関節はさすがにある。第一ここでしょ、この一個上なんていう、上から。第一関節まではないってだけね。までは届かない、ここのこの線のとこまではっていう意味。うん、第二関節届かなかったらめっちゃ短いねそれは。いやさすがに違うけど。第一関節には届いてないってだけ。間、第二と第一関節の間って意味。って意味です。関節がないってどういうこと？え？関節ないって言った？関節がないってどういうこと？それはどういうことって感じ。うん、それはどういうことだわ。言ってないよ。関節はある。あるよ、さすがに。関節ない。さすがに関節あるよ。やばい、関節ないでどういうことよ。めっちゃ柔らかいってこと、指。違うか、曲がんないのか関節ない。え、どういうこと。関節ないと曲がんない？関節どっち？指の訓練みたいなやつ？指の訓練？え、何指の訓練って？そんなのあるの？親指回して人差し指回してみたいなやつ？何それ。親指はよ、知らない。あんのそんなの。なんか手首回すみたいなのあるけど、指でしょ。やったことない。スマホ指ってどんなの？スマホ指って何？初めて聞いたかも。指回し体操調べたら分かる？後で見てみる。心臓の音したら絶対してないでしょ。心臓で配信で聞こえてたってこと。どんだけ音でかいの。やめてよ。どんだけ音でかい。やばいでしょ。絶対違う。持ちすぎて首とかが変形したやつ。まあなってないと思うけどな。変形してはないと思う。
多分。元気な証拠？心臓の音が聞こえるの？いや音でかすぎでしょそれ多分なんか逆になんかやばそうだけど、普通に配信で聞こえるレベルだったら逆にやばい音でか、心臓の音聞こえてたらうん、緊張した時、そう確かに緊張した時爆音でなるんじゃないそんな普段からそんな聞こえるレベルだったら。刺されてない最近はない。もう髪結構明るくなった。今日白い服着てるけど見て、ぶつけた、茶色く見える。色気温高いから蚊の季節らしい。あ、今蚊の季節なの。嫌だな、蚊刺されたくない。また染めるの。髪はね月1で染めてるよ。色落ちしちゃうから色落ちしちゃうんでね、月1で染めてます。腕の脈分かる、自分で。この親指の下ぐらい、付け根の下ぐらいし分かる。35度以上だと顔動けなくなるし、ぜひ35度以上にって。私も動けなくなる蚊と一緒にちょっと困るなちょっと部屋にこもるしかなくなってしまうんで、ちょっとそれは嫌だな私も動けなくなるんで暑いのは苦手なんでね部屋から出れなくなりますね、暑いと。私ね、蚊に刺されやすいんだよね。最近はあんまなんだけど、ちょっと前めっちゃ刺されやすくて、すっごい刺されてた蚊に。寒いのは、寒いのは全然、暑いのよりかは寒いのがいい。暑いの苦手。もう夏毎年行ってるけど苦手ですね、暑いから冬とか秋が好きって言うとね、誕生日あるからって言われるんだけど、11月だから秋じゃん言われるんだけど、違うのよ、単純に暑いのが大変そう、誕生日とかの理由じゃない。暑いのはダメ寒いより暑いのが、うん暑い。だって暑いのってさ、もうなんかこう
冬だったらさ、たくさん着込むとかさ、なんかあるじゃん、カイロ持つとか、なんかマフラーとか手袋つけるとかあるじゃん。もう夏はさ、限界があるじゃん、こう薄着するにしてもさ限界があるし、そうだから夏は苦手ですね。冬のが好き、冬とか秋、寒い方が好きです暑いの苦手。だから夏は絶対に遊園地とか行かないし、テーマパークもう暑い中あんなさ長時間並ぶのが本当に無理だから行かないディズニーとか結構今んとこね、結構毎年行ってるかな、毎年2年ぐらいか、ここ2年ぐらい。えげさ、コロナの時期とか行ってないからあれだけど、去年も行ったし、言うほどだったコロナの時期以外は行ってたかな、毎年だけど夏は行かない。一回行ったのが、一番最初に行ったのがね、多分夏ぐらいだったかな、めっちゃ暑かった一番最初ディズニー行った時めちゃくちゃ暑くて、でそっから夏は何も行ってない。あと夏、5月は夏じゃないもんね、まだね。5月も行ったことあるんだけど、5月も暑かっためちゃくちゃ暑かった。もうそれ以来行ってない夏に、あのディズニーは。ユニバも夏行ったことあるけどめっちゃ暑かったね。もう冬だね、行くとしたらあ、富士急はちょっと別だけど、富士急は冬ってか、もうそんなめっちゃ寒くなる前がいい。暑いのも嫌だけど、あの寒すぎるから富士急寒すぎるから、もうちょいあの真冬ぐらいじゃないとき、もうちょいその手前ぐらいで行かないと本当に寒い。でなんかさ、いろいろ乗ったのよ、ジェットコースター骨盤調、なんか空中ブランコみたいなやつとか、え楽しいのよ全部。めちゃなんかこう冬感とかって、ね、ちょうどいい感じの怖さでめっちゃ楽しいの。めっちゃ楽しいんだけど、とにかく顔が寒い顔が寒い。もう風がねすごいな。鉄骨盤調めっちゃ寒かった。ジェットコースターも寒いんだけど、鉄骨盤調あれやばかったね、めっちゃ寒くてそう、楽しいと寒いが、寒いのがちょっと上ぐらい寒すぎてびっくりした、舐めてた、あ富士急の寒さをめっちゃ寒かった。そう、鉄骨番長、あのサイリンと行ったんだけどね、富士急鉄骨番長乗り終わった後に寒かったねって言って話してた記憶ある。ジェットコースターも寒いけど、顔がとにかく風がさこう来るじゃん、ジェットコースターなんてこう前進んでるから。鉄骨バンチもそうだけど、顔にすごい冷たい風がすごい寒かった富士急にソアリン、なんかねソアリンみたいなやつがある、富士飛行車っていう、なんかソアリンっぽいやつがある。え匂いとかあんまなかった気がするけど、でも風が来たりとかはあった。私がね行った時はエヴァンゲリオンとコラボしてて、なんかすごかったよ、エヴァンゲリオンの、なんかなんて言った、エヴァンゲリオン見たことないからさあれだけど、でもなんかすごかった、コラボしててね面白かった。
スバンジョって、そう、なんかめっちゃ高い空中ブランコみたいなやつ、鉄骨スバンジョっていうのがあるのよ。めっちゃ高い、めっちゃ高いんだけど、でもなんか私ね、フリーフォールは無理なのね。こう一気に真下に落ちるみたいな、めっちゃ高くまで行って一気に真下まで落ちるみたいな、あれはダメなんだけど、かな、鉄骨バンジョみたいな空中ブランコみたいな感じでこう回ってたら大丈夫、一気に落ちないから、あれ空中ブランコで一気に落ちたらもうすごい大変なことになってしまうから、ちょっとずつなんか落ちていく、なんかゆっくり下がっていくぐらい落ちる。タオブテラは乗れる。タオブテラはさ、ちょっとずつ落ちるじゃん、ちょっとずつ上がって落ちての繰り返し、あれだといけるじゃなくって、フリーホールあのさ、なんかよくある、もう一気に上まで行って、で下まで一気に落ちるみたいな、あれがダメ。あのタオブテラぐらいだったら全然楽しい、あれは全然好き、ちょっとずつなんか上がって落ちてんのやつ、私はでも一気に高いとこまで行って、そっから落ちるみたいな、一回で落ちきるみたいな、あれはダメ。怖い。何回か乗ったことあるんだけど、地元の遊園地で木島っていうのがあって、そこにねあるのよ、フリーフォールニュートンっていうやつがあって、めっちゃ高いんだよね、とにかく。そう、乗って一番上まで行った時にね、すごい後悔する、乗ったこと、なんで乗ったんだろうって思っちゃう。そのぐらい高い、でそっから一気に落ちるから、怖いね、あれ、あれはダメ。何回か乗ったことあるの、1回だけじゃないんだけど、3回ぐらい乗ったことあるんだけど、ちょっと苦手ですね。2回はね、友達じゃない、お父さんと行って、家族で行った時にお父さんに乗らないと帰るって言われて乗ったのよ、それで、いやいや一回乗って意外といけるなと思ってもう一回乗ってみたけど、やっぱ無理だった。そう乗らないと帰るけどいいのって言って、で乗った。そう、乗らされたんだよ。で、あの、その最後3回目は友達と現地行った時に、あの、キジメ行った時にニュートン乗ろうって言われて、で私ね、ニュートンそれはフリーフォール苦手なの分かってるから、あれめっちゃ怖いからさって言ってジェットコースターはいけるけどちょっとそれ苦手なんだよねって言ったんだけど、友達がすごい乗りたがってて、乗ったことないみたいな、乗ってみようよって言われて、で乗ったの。それでと思って乗ったら、友達隣で結構一番上まで行った時に、あ、これやばいねって言ってた。乗って一番上まで行って言ってた。今言ったでしょって言ったのにさ、雨にしてた。そう、後悔してた、友達も。私って男じゃない、女の子ですね、普通に。同じバレーボールのクラブチームいた子、社会人の、社会人じゃないけど、その子は、その子と二人で行ったのよ。女の子、一番上まで行った時にね、これ怖いねって言ってた。言ったでしょって思ってたから。隣で。で、あの、終わった後降りて、終わった後もういいわみたいなこと言ってた。もういいみたいな感じのこと言ってた。めっちゃ怖いのよ、ニュートン。他の乗ったことないから分かんないけど、他の遊園地のフリーホールちょっと苦手ですね。
なんか乗ってる人見るのは楽しいよ。すっごい怖そうにしててみんなさあれでさこうわーって言わない人いないからなんて落ちる時に浮く時間が長いからあれで平気なのはすごいよ。何も言わないのはそういうの見るのは面白いけど自分が乗るのはちょっと違うよね高いんだもんあれ。ジェットコースターは好きなんだけどね、あの垂直に落ちるのが苦手一気に。あ、30分ありがとう。じゃあランキングもかな。はい、力入らなくて絶叫できない。あー確かにそれはある。いや私ねそうニュートン乗った時に落ちた時にえジェットコースターもだけどさ声出るじゃん普通にわーってキャーって。でも声出なくなるの途中で落ちるのが長すぎて。ジェットコースターでもあるけどたまにそういうの声出なくなるそれはあるけど。じゃあ13位から決めますね。13位筋肉愛好家さんありがとうございます。12位大野高文さんありがとうございます。11位ゆうじゃとマーク今日も今日かだけを愛してるさんありがとうございます。10位バトニーさんありがとうございます。9位本子なるマットマーク今日かおしさんありがとうございます。8位にゃんほそさんありがとうございます。7位フロマンさんありがとうございます。6位ラスカールさんありがとうございます。5位風とみとさんありがとうございます。4位クリオネさんありがとうございます。3位ムムさんありがとうございます。2位ラボーナさんありがとうございます。そして1位がまるさんありがとうございます。ありがとうありがとうございました。ありがとうありがとうございました。今日23時台とかにやるって言ってたごめんねちょっと早くしちゃって、ちょっと明日早いんでちょっと早いの忘れてた。明日は夜できるはず。明日こそ明後日明後日公演かと思った。違うね明後日じゃない明日19、21だから B 公演。まあそうね明日は大丈夫か、まあ、もしかしたらちょっとやるか。明後日もちょい早いけど、明後日でしょ。うんまあでも明日は多分夜やるかな。いつも通りぐらいの時間23時だ22早くできそうだったら22時だぐらいですかね。じゃあそろそろ終わろうかな。ちょっともうお風呂入ったからさ私にしては早い。そろそろちょっとねメール送ってみようかな。じゃあありがとうございました。また明日の配信で。またね。おやすみなさい。また明日。バイバイ。